元旦は強い寒気が流れ込み、東京都心など関東でも極寒となります。では上空1500メートル付近の気温の予想を見ていきましょう。こちら1月1日0時年越しの瞬間の上空寒気の予想です。関東付近マイナス9度以下という非常に強い寒気に覆われます。関東北部や埼玉では上空マイナス12度以下となる予想です。非常に強い寒気が流れ込む影響で極寒の中での年越しとなります。では1月1日のアイコン見ていきましょう。広く日差しが届くんですが気温が低いですね。東京都心朝の気温は0度予想、関東北部や埼玉では氷点下の予想となっております。昼間も東京都心でも1桁の予想です。では朝の気温分布を見ていきましょう。1月1日朝6時の気温の予想です。関東エリアは緑色や水色の氷点下予想のところがほとんどとなっております。初日の出を外で見る方や初詣に朝行かれる方は万全の防寒が必要です。初日の出が見えるかどうかこちら見ていきましょう。冬型の気圧配置となるため太平洋側は初日の出が見られるところが多くなります。特に関東南部はバッチリ見ることができそうです。防寒を万全にしてください。元旦のお天気気温を見ていきました。この後も最新の気象情報はウェザーニュースのアプリからご確認ください。